ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか、仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の。ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするの。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあ、そうだけど。じゃあ頼んだ。